筑波山の地形図筑波山は、日本の関東地方東部、茨城県筑波市北端にある標高877メートルの山。筑波山神社の境内地で、西側の南大山と東側の女帯山からなる。画唱は四方。筑波霊ともいい、茨城県のシンボルの一つとされている。富士山と対比して、西に富士、東に筑波と称される。 茨城県の県西地方からの眺めが美しいとされる。全域が水京筑波国定公園に指定された保護エリアであり、修復から山頂付近は特別保護地区に指定され、筑波山神社境内地となっており、古くから樹木及び牧畜以外の植物の損傷、植栽、動植物の捕獲、採取等が禁じられてきたほか、火器の無許可使用、 リードなしのペット散歩等の行為も禁止されている。万葉集にも読まれ、日本百名山、日本百景の一つとされる。百名山では最も標高が低く、海門岳と共に1000メートル未満の山。独立峰に見えるが、実際には、闇添山地最南端の筑波山海に位置する。火山と誤解されることもあるが、実際には火山ではなく、隆起した。 神聖岩が風雨で削られて形成されたとされる。なお、山頂部分は半霊岩からなる。高さは長らく三角点の標高である876メートルとされていたが、1999年に最高点の877メートルに変更された。筑波山は石岡市及び桜川市にもまたがる。南大山、女体山山頂には筑波山神社の本殿があり。 山腹には拝殿がある。日立国風土器には筑波山の神が登場する。筑波山神社拝殿には坂東33箇所25番札所の筑波山大御堂が隣接する。筑波山は釜の油売りの工場などでも知られる。山中には巨石、奇石、名石が数多く散在し、それぞれに名前が付けられ多くの伝説を生み、 それらに対する信仰が今日でも受け継がれ、山そのものが、神域として崇められている。つくば神社系大社や、神流門など、県や、市の指定文化財となっているものが多数存在する。解散以来、結界が張られており、荒れた時代もあったが、現在でも、霊山であり山の万物が、神体とされている。夜間は、南体、女体の神々が見ゆきが腹に出現するため、 二人の遊楽を妨げてはならず入山しないとする文化がある。関東平野を一望するロケーションの良さから、アマチュア無線用中継局、筑波山レピータもある。関東平野の北東部にあることと、同平野では、旧な独立法的な山であることから、気象観測や無線通信の上でも重要な拠点とされ、山頂付近には数多くのアンテナが存在する。 1893年に山頂付近で気象観測を開始した後に筑波山測候所が置かれ2006年からは筑波大学による筑波山気象観測ステーションとして南台山頂にて観測を行っている筑波山からは富士山の美しい景観を眺められるため2005年に関東の富士見百景に選定された2007年 日本の地質百戦に選定。旧日本軍では、新珠湾攻撃を実施せよう命じる因果は、新高山のぼれであったが、直ちに祈祷せようを表す因果は、筑波山晴れであった。歌川広重、名所江戸百景より、広重は、江戸の町からの地平線を描く場合に、西方なら、富士山、北や北東なら、筑波山を描くことが多かった。筑波山は、 古来よりのお期の行事として大規模な歌書きが行われ、近隣から多数の男女が集まって歌を交わし、舞い、踊り、成功を楽しむ習慣があった。これは今年の豊穣を喜び祝い、来る年の豊穣を祈る意味があった。日立国風土記には筑波山における歌書きについて富士山との比較で次のような話を載せている。諸国を巡り歩く新祖尊が 新滑の日に富士山を訪ねた。ところが富士の神は新滑祭りで忙しいからと人への宿を断った。新祖尊は嘆き恨んで、この山は生涯冬も夏も雪が降り積もって寒く人が登れず飲食を備えるものもなくしようと言い,い、今度は日立の筑波山に行き宿をこうた。筑波山は新滑祭りにもかかわらず、心よく宿を教し 飲食を立てまつった。喜んだ、新祖尊は、天地、と、等しく、月日と共同に、人民集いがび、飲食豊かに代々ぜゆることなく、日々に、やさかえ、千秋万歳楽しみ、旧ラジと歌った。それから、富士山はいつも雪に覆われて登る人もなく、筑波山は、昼も夜も人が集い、歌い飲食をするようになったという。日立国風土器の成立は、 養老年間だが、すでにこの頃には、筑波山に男女が集うかがいの場であったことがわかる。万葉集、第9巻1759番収録の高橋虫、マロ作の歌には、と、歌書きへの期待で興奮する気持ちが、素直にのびのびと歌われる。万葉集のうち地名歌を、両政国ごとに分類した場合、記念に含まれないのにもかかわらず、日立国の地名歌の数が、 上位10位以内に含まれる。溝義高はこの理由を筑波山が読まれていたからだと言及している。由来については異説が多い。最も古い説は、日立国風土器にある畜炭命という人物に由来するというもの。道書によれば、筑波周辺は帰国と呼ばれていたが、宮崎天皇の治世に国造に任命されたうねめ紳士の友族の畜炭命が、 我が名を国につけて、後世に伝えたいとつくばに解消したという。同書はまた、つくばが俗に、握り飯つくばとも呼ばれたと記している。より学術的な交渉は、以下の通り。標高140メートル付近では、みかんが栽培される。うんしゅうみかんや夏みかんも栽培されるが、在来種のつくばみかん、または、ふくらいみかんと呼ばれる。 直径2から3センチメートルの小型みかんが栽培されている。膨れみかんは火費が薄く種子が大きい。陶器の寒さが厳しい山腹でみかん栽培を可能にしたのは山の中原にあって山麓よりも気温が高い斜面温暖帯の存在である。筑波山の標高170の270メートル付近には山麓より気温が3。 摂氏温度高い斜面温暖体が分布し、これにより未完栽培の条件が過労じて満たされる。1980年代頃には観光未完園が出現した。日本で斜面温暖体を農業に利用する事例としては、他に静岡県の茶栽培がある。筑波山からの眺め筑波山には、中腹から山頂付近まで筑波観光鉄道により、 ケーブルカー及びロープウェイが運行されている。これらを利用して登ることができるほか、いくつかのルートで登山道が整備されているので、ふもとから歩いて登頂することもできる。このほか、オリエンテーリングのパーマネントコースも整備されている。行楽客が多く訪れ、ゴールデンウィークや秋の紅葉シーズンには、交通渋滞が深刻なため、茨城県、筑波市、筑波大学などにより、 つくば周辺渋滞対策協議会が設けられるほどである。つくばさケーブルカーつくばロープウェイ、つくば神社拝殿横の宮脇駅より、南大山山頂近くの三行が原まで、つくばさケーブルカーが運行される。宮脇駅は、関東鉄道などの、つくば神社入り口バス停下車、徒歩。宮脇駅に近い、 筑波山神社前への一般路線バス乗り入れ廃止により、路線バス停留所とケーブルカー駅の間の距離は、廃止前より200メートルほど長くなり、さらに経路上には、坂道や石の階段も存在するため、移動におよそ20分ほどを要する。つつじが丘レストハウスに併設されたつつじが丘駅より、女体山山頂まで、筑波山ロープウェイが運行される。つつじが丘駅は、 関東鉄道などの筒子が丘バス停前である。満開時中腹に筑波市への梅林がある。白梅、勾梅などの約30種、1000本ほどの梅が約4.5ヘクタールの園内に植えられており、木道やあずま屋が整備されている。早咲きのバイカーは1月下旬から見頃となり、最盛期には筑波市の巨岩と満開の梅とが独特の風景をなす。 また、好天時には、富士山や東京の高層ビルを望める。毎年2月中旬から3月中旬に、開催の筑波山梅祭りでは、釜の油売り工場、甘酒、梅茶のサービス、茶会などが催される。山頂方面へは7つの登山コースが指定されているが、いずれも岩場や急勾配となっている箇所が見られる。遭難防止や自然保護の観点から、 指定登山道以外への立ち入りは、市、県、地権者、警察署等の協議により原則として禁止されている。JR 水戸線岩瀬駅よりスタートし、御嶽山、雨引山、円山、河場山、丸山、足尾山、きのこ山、弁天山、つくば山の順に、つくば連山を重走する登山者も多い。この重走路は、関東触れ合いの道の茨城県コースナンバー7の11、 である。三ゆが源南大山と女大山の間の南大山よりにある開けた場所でケーブルカーの筑波山頂駅がある。駅の横にはレストラン、展望施設の駒展望台があり、売店、食堂も並ぶ。登山道の三ゆが原コースの終点でもある。かつては筑波鉄道筑波線の筑波駅が筑波山へのアクセスを担っていたが、1987年の筑波、 戦敗死以降、筑波山への公共交通機関によるアクセスは後退していた。その後、2005年に首都圏新都市鉄道筑波エクスプレスの開業と同時に筑波駅前からのシャトルバスの運行が開始され、公共交通機関によるアクセスの利便性は向上した。筑波エクスプレス、筑波駅から関東鉄道などの筑波山シャトルバス筑波山行きに乗車すると、 中原まで乗り換えがない。約40分で門前町にある筑波山神社入口停留所。約50分でロープウェイ駅のある筒子が丘停留所に着く。この方法では東京、秋葉原から最短2時間11分で女体山頂に到達できる。山麓を目指す場合は、着くバス北部シャトル、筑波山区地域に乗車し、筑波山口停留所下車。 首都圏新都市鉄道が発行する規格乗車券、筑波山切符はどちらか選択して乗車が可能。ただ、多くの徒歩登山者は、筑波駅から中原までバスを利用することが多い。土浦駅からのバスは、南陸の筑波山口止まりである。この方法でも乗り換えで中原へ出られるが、座れる保証がないこともあり、利用は減少傾向にある。 下妻駅からは1回以上の乗り換えを要し、実質的な最寄り駅ながら、観光利用は、ほぼない。また、北陸に近い下立駅、岩瀬駅からは、関鉄パープルバスによる、広域連携バスが、筑波山口まで運行されている。石岡駅から登録へ向かうバスもあるが、徒歩登山に適した道がなく、もっぱら山独の観光施設を利用する場合に向く。ありがとうございます。